織部翼18歳、みんなを元気にしてあげられるキラッキラのアイドル目指して特訓中のはずなんだけど、異世界からの侵略者？私たちが世界を守る？歌やダンスだけじゃなく侵略者とも戦わなくちゃいけないだなんて、一体私どうなっちゃうの？幻影異聞録シャープ FE アンコール。ここがイドラスフィア、ミラージュたちの巣窟だ。トーマくん、不気味なところだね。安心しろ翼ちゃん、俺たちがついてるんだから。ミラージュとの戦い方しっかり覚えて帰るんだ。うん、何も出ませんように。出ませんように。出たー。どうすればいいの？それぞれが持ってる武器やスキルで戦うんだ。武器には剣や槍、弓なんかがある。スキルには雷や炎、氷なんかの属性があるんだ。よし、やってみる。あれ、なんで、なんか全然効いてないみたい。闇雲に攻撃してちゃダメだ。じゃあ次はあの敵に対して槍の攻撃を選んでみるんだ。槍の攻撃？串刺し、これのことだね。あ、びっくりマークがついた。そう、つまりあの敵は槍が弱点ってこと。弱点は他にもいろいろあるみたいだな。よし、じゃあ槍を使って。かわせないよ。えい、すごい、一撃でやっつけちゃっただろ。だから攻撃するときは弱点を見極めることが大切なんだ。もし弱点をつくスキルを持ってないときはサブキャストとチェンジだ。なるほど。ではキリアさん、お願いします。任せなさい。こうやって弱点を狙いながらみんなで戦っていくってことなんだね。翼ちゃんも分かってきたな。でも弱点をつく理由は敵に与えるダメージが大きいってだけじゃない。もう一つはセッションだ。翼ちゃん、あの敵の弱点をついてみるんだ。わかった。じゃあ槍のスキルで。あ、エリーちゃん、イツキ君、みんなの番じゃないのに攻撃した。こうやって攻撃をつなぐことをセッションって言うんだ。今のはまず翼ちゃんの槍攻撃から始まって、次にエリーの槍から弓、そしてイツキの弓から雷につながるセッション。一度に3回も攻撃できちゃうなんて、おっとく。セッションには剣から風、弓から剣、斧から炎みたいにいろんな組み合わせがあるんだ。セッションスキルは持っていれば持っているほど攻撃がつながる可能性は高くなるんだ。なるほどなるほど。敵の弱点をついてセッションをつなげていくことが大事なんだね。あ、何かのゲージが溜まったよ。よし、スペシャルパフォーマンス発動だ。は、水色の星がついてるスペシャルパフォーマンスを選ぶと、あ、全員にびっくりマークがついた。スペシャルパフォーマンスは属性を無視して絶対弱点扱いになるんだ。すっごい、ド派手な演出。どれも強力な攻撃なんだ。みんな思い思いの演出でエンターテイナーとして本領発揮ってところさ。もちろんセッションもつながる。うん、爽快って、あれ、セッションがどんどん続いてるんですけど。飛び入りサブキャストっていうスキルのおかげさ。
今バトルに出ていない仲間が参加してくれるんだ。さらにマイコさんやバリ、チキといった普段バトルに参加しない3人もセッションに飛び入りで加わってくれる。すごいすごい、みんな強いんだね。そして運が良ければセッションはまだまだ続く。え、まだここからつながるの？あ、デュオアーツが発動すれば。デュオアーツ？デュオアーツはセッション中ランダムで発動する超強力な技なんだ。わあ、まるでライブステージ。デュオアーツがすごいのはそこからもう一度セッションがつながるってこと。え、もう一度？ちょっと待って、9回セッションしてデュオアーツからまたセッションが始まって、もう数えられないよ。ちなみにセッションは敵側でも仕掛けてくるから要注意だ。え、それ先に言ってよ。ごめんごめん。だからそうならないよ、味方の弱点をついてくる敵から先に倒すとか、敵全体を攻撃できるスキルを使うとか、戦略が大事になってくるんだ。戦いの工夫が勝利につながるんだね。翼ちゃん、バトルのことはだいぶ分かってきたんじゃないか？うん、おかげでなんとか戦えそう。あと一緒に戦ってくれるミラージュたちにも感謝しなきゃね。ああ、こうして戦えるのもクロムやシーダ、カインたちのような味方になってくれるミラージュの力のおかげだな。トーマくん、私もっともっと強くなりたい。おお、すごいやる気だな翼ちゃん。強くなるにはバトルの経験をたくさん積む必要があるんだ。そうすることで新しいスキルを覚えたり、ミラージュをクラスチェンジすることができる。我が友イツキよ。呪いの準備なら万全よ。お任せください、マスター。落ち着いて、私がついてるわ。今のお前なら必ず勝てる。貴族的に決めたな。任せろ。トーマくん、ありがとう。私負けない。みんなを守ってあげられるくらい強くなるんだから。ああ、俺たちの力を合わせれば最強だ。翼ちゃん、世界を救うヒーローになろうぜ。運命を超える。幻影文学シャープ FE アンコール。どんな時もオリベ翼18歳。この度アイドルとしてデビューすることになりました。憧れの先輩たちに追いつけるよう厳しいレッスンも耐えてみせます。ただお世話になる芸能事務所がちょっと普通じゃないっていうか。どうして私戦ってるの？助けて、いつきくん。なんだか不安でいっぱいだけど、きっと乗り越えられるよね。スター目指して頑張ります。幻影文学シャープ FE アンコール。いつきくん、つばさちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です、島崎さん。のんのん、まいこよ。社長だからって遠慮しないで。二人はうちに入ってまだ日が浅いけど、早く頑張ってもらわなきゃね。あ、はい、頑張ります。幼馴染だけあって息ぴったりね。そうだ、今日は同じ事務所の仲間を紹介するわ。みんな夢に向かって頑張ってる子ばかりよ。待たせたな、ヒーロー参上だぜ。まずは赤木トーマ、二人はよく知ってるわよね。はい、クラスメートですから。見てろって、俺が教えてやっからよ。熱いヒーロー魂ってやつだな。トーマくん、相変わらず熱い。昔から特撮ヒーローに憧れてたもんな。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。次のライブ絶対見に来なさい。一味違うステージを見せてあげる。次は黒のキリア、うちの看板ね。大
その運命を呪うのではなく、運命を超えなさい。はあ、かっこいい。クールな人なんだね。アブソリュートかわいい。イエーイ。かわいい一面もあるんだね。待たせたわね。帰ってきたわよ、ハリウッド的に。彼女は弓鶴エレオノーラ、夢はハリウッド女優。近いうちにテレビで私の顔を見ない日はなくなっちゃうんだから。この自信見習いたい。高飛車そうに見えるけど、とってもいい子なのよ。何真顔でこっぱずかしいこと言ってんのよ、この天然王子は。意外と照れ屋みたいだ。心の温めスイッチオン。続いて源守、まだ小学生なの。こんな子供ですけど、よろしくお願いします。ちっちゃい、かわいい。でもすごくしっかりしてるな。ね、私実は歌謡曲が好きで、歌手志望というか、歌手デビューしてるというか。歌謡曲？そうだったんだ、意外。待ってたよお兄ちゃん。そしてチキ、彼女も私たちの仲間なの。え、チキって歌ロイドの？バーチャルアイドルだと思ってた。少しでもお兄ちゃんたちの力になれたら嬉しいな。チキちゃん、なんていい子。バーチャルではなくて、彼女はちゃんと実在するの。また今度きちんと説明するわね。バットのスイングもグッドにジョニー、バリーグッドマン参上する。彼はバリーグッドマン。こう見えてあなたたちのレッスンを担当する敏腕トレーナーよ。 NO! 覚悟がないなら芸能界をやめやがれ。なんだか怖そう。今日は秋葉で人気アニメディア魔女イロハのフィギュアが発売される日です。キャラが読めない。これ以上お前たちが俺の目的を阻むなら容赦せん。最後はうちの所属じゃないんだけど、剣社、彼のことは知っておいた方がいいわ。もちろん知ってますよ。え、翼、この人も有名な人なの？いつきくん、ほんとこの世界のこと疎いわね。彼は歌手としても俳優としても超一流。エンターテイナーとしての姿勢はきっと勉強になるはずよ。台本は全て頭に入っている。勉強になります。さて、仲間のことは分かったわね。じゃあ、うちのもう一つの顔についてもちゃんと教えておかないとね。もう一つの顔？表の顔は芸能事務所、でも裏の顔はミラージュ事件の調査隊。その通り。異世界からやってくる敵ミラージュに立ち向かうためには、あなたたちの力が必要なの。そもそもミラージュって何者なんですか？奴らの正体はまだつかめてないの。イドラスフィアという異世界からやってきて、人間に害をなす存在ということしか。なんだか怖い。噂ではドラマの監督だったりカメラマンだったり芸能関係者の様子がおかしいみたいなの。エンターテイメントの業界中がミラージュの影響を受けているのかもしれないわね。いろいろ調べた方がいいかもしれませんね。翼も仕事先で注意して。うん、気をつけるね。ただミラージュ全てが敵ってわけではないの。共に戦ってくれるミラージュも一部にはいてね。そんな彼らと絆を結ぶことができる人をミラージュマスターと呼んでいるわ。さっき紹介した仲間たちもミラージュマスターなのよ。そして樹くん、翼ちゃん、あなたたちもね。私がミラージュマスターちゃんと務まるかな。翼ちゃん、不安になるのはみんな同じ。迷った時はいつでも頼っていいのよ。そうだよ、俺も翼の力になるからさ。ありがとう樹くん。舞子さん、樹くん、あなたはいろんな場所に行っていろんな人と触れ合って、どんどんみんなの成長を助けていってね。はい、精一杯頑張ります。
さあ、いつきくん、つばさちゃん、一緒にスターダムへ駆け上がるわよ。はい、一人前のアイドル目指して頑張ります。